今日は2021年7月5日、珍しく遠出、木沢風車と大見谷ダムを見に行きました。帰りは県道16号です。しんどかった。スタートは津波根地区からです。とにかく国道195号と国道193号を使って木沢地区まで進み、山を登ります。高所だからかめちゃくちゃ暑かったです。木沢風車は近くまで行くとすぐわかります。休憩所からの景色がすごい綺麗でした。帰りに大見谷ダムへ向かいます。こちらもすごい綺麗でした。紅葉にはいいところだと思います。そして、帰路は県道16号周りなので遠いです。勝浦方面をぐるっと走って、美濃林地区でゴールです。いや、もうコースの選択ができない山奥ですので。ちょっと今回長いし、緑が多いので4分割になります。木沢地区までが1、木沢風車と大見谷ダムが2、月形に温泉入り口までが3、残りが4になります。さて、パート2や。スタートは木沢地区から、今回は木沢風車大見谷ダムを回るで、ゴールは県道16号国道193号分岐点とします。なお木沢風車と大見谷ダムの写真付きです。綺麗なところですのでぜひ来てみてください。
Thank you.
続きはパート3、ここから山奥オンリーが続くで、ジュースなかったらしんどいところや。深夜は怖いですよね。